4月14日金曜日夜6時を参りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントのジェニコです。はい、どうも。いやこんばんは。こんばんは。もう暑いっす。暑いです。暑いっす。大変っす。そうですね。はい、もういい加減にそろそろ日焼けのその線のこれね、とかしないと、これのなんともならない。恥ずかしいんじゃないかな。なんともならないっていうか、なんとかしてほしいです。だから言ったじゃん、あの黒いさ、こう袖だけのやつを、うん、いやね、それね、意外と多分やると余計変なことになるよっていう、まあね、うん、困ったもんだよね。空いてるところにね、ハートマークとかいろいろやって、今年は恥ずかしいアイテムになればいいと。何の解決にもなっていない。目立つからいいんじゃないんですかね。ダメダメダメ、全ては夏が悪い。1年間の辛抱ですからね。1年間も辛抱するのか。はい、はい、まあね、そんなわけで、その夏が悪いっていうことでですね、はい、であまりの暑さで、まあ、今日って昨日、おととい、皆様、リスナー的にはおとといですね、ちょっと僕、えらい大ポカをやらかしましてですね、はい、まあまあ、それもそれであるんで、ちょっと先に、今月マンスリーな方がいらっしゃいますので、あ、先にまず、ね、はいはいはい、ゲストさんの前に、はい、まず先にお呼びしておこうかなと、はい、何を読んでるんですか。はい、今週も来ていただいております、ロックオンミュージックスクール代表、コンタ先生です。こんばんは。こんばんは。今ね、新聞読んでました。新聞。新聞大事ですよね。新聞はね、愛読書ですよ。あ、何新聞ですか。それはちょっと言えない。言えない系の新聞ですね。言えない系の新聞なんてあるんですよね。いろいろね、あるでしょ。あるでしょ、いろいろ。いろいろね。ね、あるわけですよ。あるわけですよ。そうそうなんですよ。新聞一つ取ってもね、はい、世の中っていうのはしがらみだらけだと。はい。ということで、はい、誰が売ってるとかそういう、いいえ、あんまり考えなくていいです。はい、はい、そんなわけで、近藤さんに今週も、はい、来てよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、なんか一昨日すみませんでした。なんかなんかさ、はい、そうそう、もう先に言っちゃっていいかな。あ、そうですね、はい、日曜日に、細倉マインパークンでやる、はい、16ですね、細倉、はい、ミュージックパラダイスに我々出るんですよ。はい、デリバリーさん、ね、デリバリーロックバー、デリバリーさんね、はい、ね、はい、それでそのリハを、はい、リハだったの、はい、7時から、はい、うん、7時から、はい、そうそう、来ないな、以前飛んでるのかな。7時半ぐらいになってどうしたのかな。で、他のメンバーみんないるのね。どうするって、なんか LINE とか送ってみたらいいんじゃね。30分待ったんですか。で、送ったの、LINE を。うん、で、まあ、そのうち行くんじゃない、向かってんじゃねえか、今。で、7時50分ぐらいになって、はい、それ、消息不明。はい、消息が途絶えたと思って、電話したの、8時に。はい、したらね、はい、出たの。はい、うん、ああ、こいつ運転中大丈夫かなとか思ったら、うん、家にいた。松島。いやーね、ね、本当にね、これは僕も多分めったにやらないんでびっくりしましたけども、お昼寝しちゃったパターンですか。違うんですよ。いや、それあなた、それあなた。じゃあ、ね、いや、一日、勘違いしてたの。そう、木曜、いや、ね、そう、まあ今日、今皆さん金曜日ですけど、はい、まあ、収録なんでね、要は前日の木曜日に収録、なんで我々今収録なわけですけども、はい、その前の日水曜日ですね、リハがあって、はい、で、この木曜日に、この収録の予定が入ってるのは、ちゃんと予定表にチェックがついてるんですよ。はい。はい、で、その、デリバリーさんのですね、リハーサルも、毎回そのスケジュールにチェックを入れるので、うん、入れたはずだったんですね。入れたつもりなんです。うん、で、そうすると、で、その水曜日は何もチェックがついてなくて、なんでこの日はもう完全に家でなんだ、いろいろ、作業できるなっていうレコーディングで、のつもりだったんです。で、木曜日に、その、リハだっていう感覚があったんですね。ところが、そこまでいいんですけど、なんか、すごい不思議なのが、木曜日にリハっていう自覚がありながら、木曜日の同じ時間に、このラジオ収録もあるっていう自覚も同時にあったんですよ、俺の中で。杉山愛伝の分裂ってやつだよ、これ。そう。だから俺の中で、ね、木曜日がね、二つあったの。で、それが、正解だったの、俺の中で、なぜか。は？いや、もう本当歯なのよ。今、リハやってるかもしれないよね。で、そうなの、そうそうそう。そうなの、平行世界でやってる感じで、それ、本当に。そう。よくわかんないでしょ？俺もよくわかんない。この
アルファのアイゼンは今収録してるけど、はいはい、ベータのアイゼンは今リハに向かっているっていう。そうそうそう。ああ、そう、不思議な。君の目がもう4つぐらいになっていますね、今、点になって。そうそう。だから分かりやすく言うと、水曜日にね、うん、ああ、明日収録あるなっていう自分がいるのよ。うん、で、同時に、ああ、明日の夜リハだから、うん、今日はがっちり個人練やっても、喉潰してもいいやっていう自分もいるわけ。うん、で、それが全く何の違和感もなく俺の中に存在したのね。うん、はい。っていう謎の、これも全て暑さのせいだと。それただの勘違いっていうやつじゃないですかね。そうね、はいはい、うん、ボケたってやつだな、はいはいはい、すみません、結論言うと本当申し訳ございません。お昼寝じゃなかったんですね。それはあなたですからね。はい、はいはい、というわけでですね、はい、そうこうしているうちに今日のねゲストさんも呼ばなきゃいけないので、そうです、じゃあね、さいつもお願いします。はい、この番組はイオンモール富谷近く、人類生誕史上最濃スープの鋼鉄系ラーメンヘルズキッチン、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、ということで。はい、じゃあ CM も挟んでですね、はい、今日の素敵なゲストさんをお呼びしたいと思います。はい、一旦 CM です。シュメメさん、店長、店長。はーい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、ということでね。はい。はい、じゃあ負けまして。はい、じゃあ、小田さん、あれですよ。うん、今日も。はい。ね、なんか、はい、ご無沙汰ぶりな感じの。はい。そうなんですよ。はい。でも、意外とそんなご無沙汰でもない。そっか。はい。半年も経たないんだよね。経たないんですよね。はい。ツイッターでは結構毎日のように見ているから、あんまりご無沙汰感がないですね。はい。うん、はい。前回、来ていただいた時にですね、コンタさんとの絡みがあまりにもこう神的な回に、はい、昇華したという、はい。そんな、うん、そうですね。はい。はい、この方をお呼びしております。アイドル、虹の駆け足からスーちゃんです。はい。たくさんの素敵拡大計画進行中、夢や希望を応援するアイドル、虹の駆け足のスーです。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。お願いします。します。はい。ということでね、スーちゃんね、春ぶりですね。はい、そうですね、4月ぶりです。はい。はい、いやいや、どうもその説は、はい。そうなんですよ。だから、あの時もちょうどその、本田さんにね、はい。そう、ボール投げるやつね。はい、ボール、うん、詳しくはバックナンバーっていう、ね。そうですね、バックナンバーを。はい、遡ればあります。いや、私ちゃんとボール投げましたよ、あれ。ありがとうございます。俺も家でボール投げたんだけど、届いたかな。そうなんですよ。小田さん、多分それリアルな三次元的なやつですよね。うん。ガラスとか大丈夫。なるべく柔らかいやつ投げたんだけど。ああ。ちょっと届かなかったね。マジか。ああ。そうか。はい。残念。緑色のやつにしたんだけど。ああ。緑じゃなかった。緑、黄色でした。あ、そうか。いや、よかった、届かなくて。違う人に入れちゃったんだよね。本当だ。どうだったんですか、あれは。あれはですね、無事、東北、北海道のブロックで、8組の中から、皆さんの応援のおかげで、1位で優勝することができました。ね、1位ですよ。だね、すごい。すごい。すごい。うん。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、俺の緑色が届いてたら危ないところだ。危ない。その1票差でどうなるか分からないですからね。うん、はい。いやいや、届かなくてよかった。次はいつなんですか？次、その優勝した、あのステージでですね、東京アイドルフェスティバル2017への出演を無事獲得したんですね。それが8月の4、5、6の3日間、東京のお台場である
国内で一番大きなアイドルのフェスなんですけど、それに虹色かけ足は8月の5日と6日の2日間土日が決定しています。すげえ、すげえ。とね、はい、お台場だよ。お台場、はい、野外？そうなんです、野外です。暑いね。暑いです、めちゃめちゃ暑いみたいです。これは日焼け、日焼け。日焼け仲間を作ろうとしないでください。ね、かたやアイドルですから。俺アイゼンですけど、ね、ダメですか。ね、どうすればいいの？アイまで合ってるから大丈夫。大丈夫ですね。大丈夫。ほらほらほら、大丈夫って言ってもらったよ。時間的に大丈夫が出たなら。そうか、はい、お台場か。何時ぐらいからやるもんなのこれって。ですね、お昼、虹の架け橋はお昼ぐらいから出て、ワンステージじゃなくて、うん、2日間で5ステージ出ます。おお、いっぱいあるね。何分ステージの、ステージごとに違うんですけど、うん、それどれ何見ればそれみんなわかるわけ、ツイッターとブログ見れば見ています。もう、ツイッターのフォロー、ツイッターとブログを見よう。はい、お願いしますね。はい、知ってる、ツイッターとブログって。はいはいはい、わかりますよ。あのつぶやくやつですよね。ブツブツってね。じゃあスーちゃんからコンタ先生に、はい、ツイッターとブログについて教えてあげていただけませんかね。俺だって知ってるよ、ツイッターとブログ。ツイッターはあのリアルタイムに思ったことを発信して大丈夫なところに。マジで？はい。すげえ、本当に？はい、独り言とか。まずくねえかな、俺。リアルタイムに思ったことをその都度書いてたら俺。大丈夫なの？リアルタイムに、はい、ナウをつぶやくところなので、うん、何々ナウで。マジ？たくさんやって大丈夫です。はい。本当に思ったことを書いちゃっていいのかな？普通に、ご飯ナウとか、これから寝るナウとか、起きたナウとか。そっか、はい、はい、ただコンタさんの自己、すべて自己責任だっていうこと。そうです、はい、マジで、はい、それなんか法律的なものあるの？まあじゃあそこも込みで。この間なんだっけ、はい、あのどこだっけ、あのニュースでさやってた駅前で暑いから、脱いでパンティーとブラジャーだけになったら逮捕されたあ、女の人が熱いからあなんかツイッターも逮捕されるのかな。多分文章だけだったら大丈夫で、うん、画像がちょっと危ないんじゃないか。なるほどね、はい、そうか、画像はまずいよね。熱、はい、いからちょっと脱いでみたナウは大丈夫なんだね。はい、なるほど、そうか。なるほど、はい、いいこと聞いたね。アイゼンも大丈夫だね。よし、じゃあ明日からたくさんつぶやきましょうか。熱いから脱いでみたナウ。画像には気をつけてください。そうか、そのツイッターで、何時に出るか見ればいいわけだね、す、はい、ーちゃんのね。すごい、8月5日と6日だってよ。これは何、あのでもチケットとかなんかそういうのはある感じ、ね、はい、チケット、うんうん、TIFF の公式ホームページで売ってるので、はい、TIF で検索をするとワーンって出てきます。東京アイドルフェスティバルの TIF。 はいはい。はい。なるほど。そうか。はい。なるほど。東京アイゼンフェスティバルじゃない。それどうなの？これはなんかもうむさ苦しさ満載ですけど、大丈夫ですか？脱いでみたな。いろんな人が来て、でも多分そういう人もいると思います。ああ、そうですね。世の中いろいろおりますからね。いろいろね。気をつけないとね。はい、うん、危ないよ。本当いろんなやついるからね。いやー、すごい、本当にね、でもよかったですよ、これ。ね、出演決まって。ね、本当おめでとうございます。ありがとうございます。3日間でどのぐらいのアイドルの子たちが出るんですか、これ。もう山ほど出る。めちゃめちゃ、はい、一日中、午前中から始まって、うん、夜のフィナーレまで、うん、夜まですごく長いイベントなので。そのステージは何箇所かあるんでしょ。はい、そこずっとやってるの。ずっとやってます。9個かな、え、ステージが。おー、はい、これは大変だね。迷うぞ。迷いますね。まあ暑いしね、さらにね、うん、はい、あの観覧車に乗ったら全部見れるなんてことはない？あ、見れると思います。上から落ちる、ね、はい、一番上に行ったところで止まればいいんだ。
音が聞こえない止めるんですか、うん、あ中暑いね。ああそうだね、はい、冷房ってついてないんですか。観覧車の中に冷房はないよね。いやでも今のはついてるの。マジなかったらやばくないですか。わかんないですけど。いやどうなんですかね。1分ぐらいでしょ。1分とか2分ぐらいじゃない、あのまぐるーんと回って。でもでかい観覧車って結構もっと時間あるんじゃない。3分とか。あそうなの。窓は開くんじゃない。ああ窓開くって言っても飛び降りれないちゃんとね網とかいろいろありますからね、うん、外の空気は入れられると思いますよ。絶対ね物好きは飛び降りちゃうからね飛び降りなうっていうのが最後のツイートがちょっとダメ、それもダメなの。最後のツイートが飛び降りなうっていや見ちゃった人はね嫌ですよね。あなたも嫌です。やめなさいツイッターなんて。なんかそういうなんかツイートをするとすごいリツイートされる。飛び降りなうっていう、はい、いわゆる炎上ってやつ、はいですね。なんか芸能人の人じゃなくても、うん、一般人の人でもそういうちょっと危ないやつだと、うん、わーって拡散されるんですよ、ツイートで。本当。じゃあそれで一躍有名人に、はい、なれると思う。なっちゃうんですね。マジか。これはちょっと飛び降りるしかない系じゃないですか。あいつ4回目じゃねえ。飛び降りすぎだろって最後に言われる。階段3段目からとか書けばいいんだよね。観覧車も多分てっぺんじゃないですよ。あの乗ってすぐ飛び降りるとかね、そういう。まあ嘘ではない、うんうん、でも冷房はやっぱないと思うよ。ないですかね、うんうん、あれに冷房つけたらだって赤字だろう、まあ、あんなもん。確かに、うん、なるほどね。じゃあまあそういう先生こういうことはしないでちゃんとチケット買ってそうだ、ね、見ろと、うん、いうことですよ。えそれはどこの会場にでも行けるようなチケット。はい、そうですね、行けます。投資券、はい、かなりあのお得だと思います。有名なアイドルさんもたくさん出るのでテレビ見るとライブさんアイドル見放題ですよ。今度松田聖子とかいるのかな。河合直子とか、時代はですね変わっているんです。菊池桃子ですか。ああラムーって知ってる。なんだっけ、愛は地球の仕事ですだっけ。すーちゃんはそのあたりのことは知らないよね。知らないです、うん、いいんだよ知らなくてもいい。2017バージョンしか知らないです、うん、いいんだいいんだ、いいんだ、はいはいはい。そんなあれですけども、なんかそれに合わせてというか、はい、何やらすーちゃん今回出すらしいじゃないですか。そうなんです、7月の22日に、はい、ちょっと出すで吹くなよ。あすいません、ツイートするぞ。はい、7月の22日に、はい、虹の架け橋4枚目のシングル虹色パンチをリリース決定しています。虹色パンチ、おー、はい、やった、おーすごい。はい、虹色パンチ、はい、あの地ですからね最後ね。うん、そういうことは言う、大変だね。だかと思った。だ、ああ、かわいい。じゃないよ。うん、俺もだですよ。だのつもりで言いましたよ。うん、ね、はい、ね、レインボーパンダ。はい、レインボーパンダ。あで、虹色パンチ。はい、パンチ、うん。はい。これどんな曲なんですか？これはですね、ライブでも盛り上がれる曲だし、あの振り付けに。猫パンチするところがあるんですね。おー、馬猫。猫パンチ。そこにもライブで注目してみてほしいなって思います。で、2曲目に入っている君への思いっていう曲がちょっとアイドルっぽくない、初めて虹色架け橋は初めて挑戦する感じの楽曲なんですね。どんな感じの。バラードまでいかないんですけど、うん、アイドルソングではなくちょっとゆるい感じの、うん、はい、しっとりしてる、はい、まったりとみんなに聴いてもらう感じの曲になってます。おお、なるほど、いろいろじゃこう曲も幅が出てきていい感じですね。8月はこれをやるんですか。8月はやれるかな。虹色パンチは絶対やります。虹色パンチ、ヌーネコパンチをみんな覚えてこいと。はい、覚えてほしいで一緒にやってほしいです。よし、いいですよ。
ね、みんなやりなさい、猫パンチ、猫パンチ、猫パンチぐらいできるでしょ。はい、猫パンチってさ、こうラジオでこうって言ってもあれですよ、こうですよ、みんな見えるかな、こうだよ。こうですよ、そう、ね、手首だけでいいんだよね、はい、合ってますよね、合ってます、ね、手首をこう、かわいい、こういうね、かわいい、かわいい出ました。まあね。これあの指ちょっと開くとちょっと怪しい感じになる、ね、あ、うん、はい、指が猫的な感じね。はい、はい、でその CD は、これはどちらで手に入るんでしょうか。これはですね、全国リリース今回初めてさせていただくので、皆さんのお近くの、はい、HMV さんだったりタワーレコードさんだったり近くの店舗で、あの今予約を受付中なので、予約をして買うことができます。お、なるほど、じゃあそうですね、あのショップに行って、はい、虹色パンチくれと、虹のかけ虹の虹色パンチをこせこねやろう、うん、はい、ゲットしてほしいです。パンチするぞ、はい、お前。発売日が7月の22日です。はい。これあの外に出たくない極度の日光中毒の人はネットで注文とかもできるんですかね。はい。あのアマゾンさんでも取り扱ってもらってます。出ましたね、アマゾン。うん。大好きな。大好きアマゾンね。あ、覚えてた？アマゾン、アマゾンだけが友達なんだよね。俺。友達？あとはいないんですか？うん。いない。あ、じゃあアマゾンが一番親友ですか。うん、ただ話したこともない。あー、どうやってじゃあ思いは伝えられるんですか。あのね、なんかクリックしてお金払うとなんか送ってくれる。あー、じゃあアマゾンさんはどう思ってるんですか。さあ、いいお客さんだと思ってんじゃないかな、多分。そちゃん、そういう人いないの。すごい、いないです。お友達はいますよ、でも。マジで。はい。そっか。なるほどな。うん、お友達いいよね。けど、うん、あっちからお金と思われてるのはちょっといないですね。そうだよね。うん、それはお店じゃないので。そうだよな。はい、うん、よし、みんな CD 買え。はい、出ました、今回も、なんだっけ姉さん、何のコーナーだっけ、はい、はい、おじいちゃんと孫のコーナーでした。って言うと何かい、おじいちゃんは友達はアマゾンしかいなくて、アマゾンを友達だと思っている、お金をせっせと払っている。まあ見ついてる感じ。という、おじいちゃんなのかい？ですね。あ、そうなんだってよ。最近見ついたものはありますか？最近買ったのは、はい、この間ね、カチンコ買った。カチンコ。うん。カチンコって、はい、映画とかでカチンって撮るやつあるじゃん。ああ、あれ。ああ、映画を撮影するんですか？そう、俺映画撮りたいなと思って。え、すごい。ね、すごい。はい。あの、すごいのがね、もう上がってますよね。はい。一個上がってるね。はい、上がってますね。はい。超監督の超作戦が。先生も見れますか？あ、見れますよ、もちろん。見る方法はありますか？うん、ね、まず、携帯電話に向かって、はい、ちょっとだけお願いして、はい、YouTube とか開いて、はい、ロックオンミュージックスクールっていうのを調べると、出てくると思う。カチンってやつ。うん、カチンっていうのが出てくる。カチン。あ、ちょっと後でやってみます、うん。はい、何やらあのよくわからない方向に話が進んでいたところなので、ちょっと一旦ですね、 CM を挟みまして、はい、最後に行きたいと思います。大丈夫です。シュメメさん、店長、店長。はい。これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか。え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。
ミュージックスクール。はい、ということで、もうあっという間に時間がない。はい、では告知タイム、はい、行きましょう。はい、ゆーちゃんお願いします。はい、明日15日の夕方、18時から、仙台 HMV イービンズ店さんで、虹色パンチの先行販売インスタイベントをさせていただきます。ぜひ皆さん来てください。はい、皆さん来てください。はい、いやーよかった。猫パンチ、はい、猫パンチ、猫パンチ。はい、じゃあ今の流れで近田様の5秒ぐらいで、はい、お願いします。細倉ミュージックパラダイス2017、7月16、10時スタート。細倉マインパック野外ステージらしいぞ。来てね。はい、はい、っていうね、はい、いろいろありますけども、はい、そんなわけでですね、いや本当すーちゃん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと曲がだからね、こんなことを喋ってるうちにもう長時間なくなってしまったので、多分今裏で、はい、多分虹色パンチかな、はい、流れてると思います。はい、あとエンディングでちょろっと曲だけにもなりますので、ぜひそれを聞いて皆さん猫パンチ覚えて、はい、はい、遊びに来てくださいということでございます。はい、ではすーちゃん本当今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、いつもお願いします。はい、この番組はイオンモール富谷近く、人類生誕史上最濃スープの鋼鉄系ラーメンヘルズキッチン、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。よし、じゃああとは編集俺が頑張ればいいんだな。頑張って。はい、はい、それでは皆様、よいしょ、松尾お出かけください。また来週、バイバイ。